2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。試験投資ですね、このインジケーターね、CM の RSI の2の、ストレージ、ロワーっていうんですか、を使ってね、こういう赤が出たところねから投資する方法でちょっと今試験しておりました。これはちょっと外しておきましょう。こうですね。それでね、もうちょっとこう下の方を置いておいて、こんなもんでいいんでしょう。それでね、でもうちょっとこうやっておくのかな。またこれこうやっておくのかな。6分か10分間隔ぐらいにしておくかな。これちょっと長いね。10分間隔だとこうなっちゃうかな。これだと10分間隔だね、これ。ね。でね、見るんですけども、コース5分だから、この半分だけど、今1分でやってるんですよ。1分でやって、で、これもうちょっと上げておいた方がいいな、これな。このぐらいの方が見やすいでしょ。ね。それで投資してるんだけども、今日マイナス100円ずつ投資で試験投資ですね。ライブ投資ですね。100円ともライブ投資ですね。今マイナス140円で食らってます。今日の成績は。こんな具合ですね。これはなんだ、最初の時かな。11時31分の時かな。で、ずっと来て。こんなと試験投資してたんですよ。ね、結果こうですね。で負け越してまして、現在こうですね。このとこ勝ったんだけども、この辺でね、非常に負けちゃってた。ここはひどいですね。ということでね、今日の成績です。試験投資マイナス140円ですね。ね、で次のこれ次に見るときにね、それでシグナル待ちですね。いろいろあるんだけども、通貨庫1個だけで今見てます。くたびれちゃってね。これ外しておきましょう。今シグナルいいとこあったんだ、勝ったんだけどね、ここ見失っちゃったですね。ということですね。ここのシグナルはきつくてね、上がっちゃったんですよ、どんどん。それでここはね、ほとんど上がっちゃったんだよね。きついですね。ここのシグナルから落っこってきたんだね。このシグナルから落っこってきたんだね。
それでここは良かったですね。ということで、これやっぱりこうあるけれども難しいよね、これな。これ見てた方がいいでしょう。ね。まあ、今マイナス140円ですね。これは、このリンク先でね、CMRS2 というこのインジケーターを使って、こういう赤が出て、この緑線を越したらね、シグナルを出すと、ここで1回 2回で、ね、次こう1回2回3回ですね。これもちょっとね広げないと分かんないな、ね、5分間隔で。これだと10分間隔だもんね。ねえ、まあいや10分間隔だ。これだと30分から40分だからね。まあだけどシグナルデータはこことこことここですね。で打ってこの3本とも負けたわけですよね。1、2、3本。しかし実際ダダーッと打ったんですね。それでここもここ打ってここ打ってこれも負けでしょ。ここで勝ったんですね。 3打目でね。ここは1打目から勝ちですね。ね、これね突き抜けてもこのようにね赤にならないというか投資しないんですよ。まあこれ訓練すればこのインジケーターだけでね稼げるんじゃないかと。訓練 してないときはマイナス140円、今ね、2番負けぐらいですかね。ということです、ハンマー岩先生。